フリーアナウンサーの高橋真麻40が3日放送の TBS 人生最高レストラン土曜51、30にゲスト出演。夫との馴れ初めを明かした。高橋は2018年12月に一般男性と結婚。20年5月には長女を出産したと報告し、現在は第2子妊娠中であることを明かしている。夫との出会いについて聞かれると、もともと友人だったんです。5年間。結婚も視野に彼氏欲しいなって言ってお友達に紹介されたりとか、男友達とご飯食べに行ったりとかしてたんですけれども、そういう中のお一人です、と説明した。バル、どうやって付き合うことになったかとの問いには、私が男友達とご飯を食べに行くじゃないですか、デートで。何も隠さず、そのままフラフラご飯食べに行って、そうすると必ず毎回写真誌に撮られるんですよ。しょっちゅう、と解雇した。写真を撮られると写真誌からは発売前に連絡が入るため、相手の男性には、こないだ一緒に行ったお食事、撮られてたみたいで、と説明するものの、男性からは必ず、え、僕の写真出るの？名前出るの？と聞かれていたという。現在の夫ともデートをした際に写真週刊誌に撮られた。だが、夫は、僕はいいけど、マーサは大丈夫なの、と心配してくれたとした。高橋は、初めて私のこと心配してくれた、って思って、あれ、今までの人と違うから、お付き合いを視野にもうちょっとデートを重ねてみようかな、と思ったんです、と心が動かされた。それで何回もデートを重ねて、彼も私と付き合うってことはほぼ結婚を前提にっていうことだから。と続けると、MC の極楽とんぼ、加藤浩二は、桃太郎侍見えてくるもんね、と高橋の父で俳優の高橋秀樹が頭に浮かぶはずだと話して笑わせた。高橋は、それで覚悟を決めたみたいで、じゃあ、お付き合いしましょうってなって、と笑顔で語った。